こんにちは、銀座有楽町内科の山村壮です。今回検証する食べ物はこちら。みんな大好きかは分かりませんが、まあ非常食とかつまみ間食とかちょっと忙しい時のエネルギー補給に便利なカロリーメイトです。このカロリーメイト、今回は1箱ではなく1袋半分ですねを食べてみて、血糖値がどのように変動するのか検証してみたいと思います。動画の後半では小腹の味方ナッツ、ミックスナッツを食べてみて血糖値がどのように変動するのか、こちらと比較しておりますので、カロリーメイトでの血糖変動ぜひ予想しながら最後までご覧ください。今回も血糖値の検証には二の腕につけたフリースタイルリブレセンサーをスマホアプリフリースタイルリブレリンクで読み取って検証していきます。フリースタイルリブレで読み取った値は血糖値そのものではなく皮下の間質液のグルコースなのですが、この値は血糖値と非常によく相関するため、私の検証ではこれを血糖値と呼ぶことにしています。ご了承ください。リブレの装着方法、使い方については別の動画でも解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。一人でやるのが不安だなという方向けにミニワークショップ開催しておりますので、不定期ですがリブレ使ってみたいなという方はぜひ参加をご検討ください。カロリーメイト、今回はチョコレート味、こちらを食べる前の血糖値は99からスタートです。それではカロリーメイト食べます。いやー、これはもう小さい頃から学生の頃とか忙しい社会人になってもずっとお世話になり続けてますね。最近は食べないですか。この口の中の水分は奪われるモサッと感ですよね。私高校山岳部で大学ワンダーフォーキル部で山登ってたんですけど、これ非常食に必ず入ってて、山を降りるとこれを食べるっていうのをなんとなく今思い出しました。歯に詰まりますよね。カロリーメイト食べ終わりました。10分経ちました。血糖値は98です。20分経ちました。血糖値は99です。30分経ちました。血糖値は111です。128です。上がってきました。128です。141です。145です。144です。128です。それではミックスナッツを食べる前の血糖値は102からスタートです。それではミックスナッツ、これはローソンの 35g 入ってるものです。素焼きで塩分不使用、これをいただきます。じゃあラスト1個はアーモンドです。ミックスナッツ食べ終わりました。10分経ちました。血糖値は99です。20分経ちました。血糖値は102です。30分経ちました。血糖値は104です。98です。
98です。100です。99です。103です。104です。さて、皆さん予想はいかがだったでしょうか。結構上げましたね、カロリーメイト。結果はと言いますと、スタートの血糖値99からピーク70分時点で145、その上昇幅46。カロリーメイト、これ一箱じゃなくて半分ですからね。半分でだいたいまあおにぎり1個分、あるいは糖質あんまり含まない食事1回分ぐらいしっかり血糖値を上昇して、その後下がっていくというような結果になりました。まあカロリーメイト、小腹が空いた時に食べるというよりはもう食事として食べた方がいいかもしれないですね。糖質も脂質もタンパク質も入ってるし、他にもいろいろミネラルとかビタミンとかいろいろ入って、まさにカロリーメイトというだけあって、カロリーの味方仲間、そんな感じで少ない量でまあ必要な栄養素をいやっと短期間で取る分、まさに非常食なんかで食べる分にはいい食べ物かなと思いますが、血糖値しっかり上げるので食べ過ぎにはご注意ください。まあそういうわけで、カロリーメイト間食として食べるよりは食事として、なので間食で食べるのであれば、後半にご紹介したナッツ、すごいですね。血糖値ほとんど変わらない、しかもお腹はそれなりにたまる。小判の飲み方、ミックスナッツ、ぜひご活用いただければと思います。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画が良かったら、面白かったなという方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。最近コメントお返事できてないですが、しっかり読んでハートをポチポチポチと押しておりますので、コメントもぜひお願いします。今後も私のチャンネルではカロリーメイトのような食べ物、あるいはいろいろな飲み物で血糖値の変動を検証していきますので、ぜひチャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。イベントやワークショップ、ライブの情報などを Twitter、Instagram、 あと LINE の公式アカウントでも発信していますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。